皆さんこんこにちは大樹です、えー、今日もねあの北海道に来てましてでまあ北海道のねいくつかの大学の先生とあの共同で、えー、コーチングに関するこう実験というかまあ実験というかね私がコーチングをしてであのそれによってクライアントさんに何が起こってるかっていうねあの、まあ、検証みたいなことをやってるんですけれども今日ね受けてくれたコーチング受けてくれたクライアントさんがねなんかああ理想の自分って すごい頼りにななる存在なんだっていうのが分かりましたって最後にね感想を言ってくれてそれがすごい嬉しくてね、あのー、まあいつものようにまた未来の自分を作ってねその理想の自分が現在の自分にアドバイスを送るとかね理想の自分から学ぶっていうことをねいろいろやってたんですけどね。 その子が言うんですね、今までもなんかね未来の自分のことをイメージするとかねで、そのことを考えるっていうことは大切だと言われたからやってきてたんだけどでもね全然なんか頼れる感じがしなくってなんか自分だっていう実感もないしその人が頼れるとかねなんかそういう感じがなかったんだって言うんですよね。で不思議だね、未来の自分がが頼れる感じがしないっていうのは。でだってね本当は未来の自分が目の前に未来のしかもよすごく理想の人生生生きてる自分が目の前に出てきたら。 それれって一番頼れる自分のはずなんですよねだってそうじゃないですか今すごく自分がいい人生を生きてるとしてで過去の自分に出会ったらその自分のことを一生懸命励ますし応援するし、まあ、もちろんね叱咤激励みたいなちょっと厳しいことも言うかもしれないけどでも基本はやっぱり自分だから潰れないようにいいとこが伸びるように愛情を持って一生懸命関わると思うんですよね。うん でね、その気持ちがすごいよく分かったっていうのね今日ね,、あのー、でね私は何をしてるかって言ったら本人が本当にいい状態で自分の気持ちにつながってで幸せに生きてる具体的なシーンを一緒に作ろうとしてるんですよねそれが5年後であっても10年後であってもでああそうか本当の自分ってこんなふうな気持ちでいてこういうこと大切にしてで例えばね会社の中ではこうだし普段の生活こうだしプライベートの人間関係こうだし。 あ,あそうかこれが自分なんだなってこうね実感をしてみた上でねじゃあこの自分が今あったら自分に何て言ってくれるだろうとか何教えてくれるだろうとかねどんな風に励ましてくれるだろうとかってこう考えていくとああなんて頼りになるんだろう未来の自分はってなるしでなんか未来の自分ってね自分が作ったものだから自分の中にいるわけなんんんんでですよねあそそそうかなんかかなななのの自自分分ににに教えてててももららららっったらとか、ね、その自分に励ましいいが前進けるんだってなるだんですよね。 で人に応援してもらって頑張るっていうのも尊いことなんですけどね自分で自分を勇気づけられたらしかも本当にねなんか理想の自分が自分のことを勇気づけられたらいいじゃないですか、ね、そういうしてもらってたら幸せに生きられる、ね、しどんどん前に進んでいける気がするでだからまあそういうサポートをしてるんですけどねそれをなんかねあの学生でねコーチング受けてくれた人が、まあ、そういうふうに表現してくれてなんか自分は本当に頼れるんだって未来の自分理想の自分は本当に頼れるんだと思いましたと。 言っってくれたたの嬉しかったですねなので頼ろうねと未来の自分に助けて教えてとで力になって応援してと頑張るからと言おうねと、うん、そうなんですね何か教えてもらうそして自分はコミットメントを持ってあの着々と進んでいくね、まあ、そういうことの中から人生が変わっていく新しい局面が出てくるんじゃないかなと思います参考まで。